どうも、筋トレサプリ論文解説です。本日はチロシンの効果を研究論文から解説していきたいと思います。は、え、じ、ー、めに今回の動画の参考文献の URL については概要欄に貼ってありますのでぜひご覧ください。僕のプロフィールですが、もともとパーソナルトレーナーをしていまして、全米ストレングスコンディショニング協会の NSCACPT と資格を持っています。サプリに対しては、 過去にいろんなサプリを取って体調を崩した経験がありまして現在はなるべく食事から栄養素を摂ることにしていますそのため気になる栄養素があった場合は研究論文などを確認してから摂取するかどうかを決めていますこのチャンネルでは僕が調べた結果を皆さんにシェアすることでサプリや筋トレに関する情報格差を少しでもなくしたいと思っています では早速チロシンについてお話ししていきますチロシンはフェニルアラニンという必須アミノ酸から生成されるアミノ酸の一種ですアミノ酸の中でもタンパク質を構成するアミノ酸が20種類あるんですがそのうち体内で合成できる11種類のアミノ酸非必須アミノ酸にチロシンは含まれています逆に体内で合成することができなくて口から摂取しないといけないアミノ酸を必須アミノ酸というふうに言うんですが チロシンは体内で合成できるものの場合によっては不足してしまうことがあるということから条件付き必須アミル酸とも呼ばれていますチロシンの安全性については食品安全委員会肥料資料等専門調査会の資料によると過剰摂取しても代謝されるので蓄積されないとのことですまた動物用医薬品や飼料添加物などさまざまな分野で使われているため安全性が高い物質とも考えられています 本日の本題チロシンの働き効果についてお話ししていきますチロシンの主な役割として脳の神経伝達物質を増やしてくれる働きが考えられています2007年アメリカのピッツバーグ大学の研究によると摂取するタンパク質量を増やすことで脳のチロシン濃度が上がるとされていて脳のチロシン濃度が上がることでカテコールアミンという物質の合成が促進されるそうですこのカテコールアミンにはたくさん種類があるんですけれども脳の神経伝達物質として知られるカテコールアミンに同ぱく ノ,ーバミンやノルアドーバミンについては記憶力とか運動能力に関わる神経伝達物質として知られていますチロシンを取ることによって認知能力を向上させる働きが確認されていて例えば1995年アメリカの海軍航空宇宙医学研究所において行われた研究では被験者を睡眠不足の状態にして ライトが表示されたらすすぐボタンを押すという単純なタスクを実施してもらった時のパフォーマンスを見たところチロシンを摂取した時は睡眠不足によるパフォーマンスの低下が優位に改善したそうですしかもこの改善効果は3時間ほど続いたということなので睡眠不足によって集中力が低下してしまうことをチロシンは防いでくれる可能性があるということですねまた2013年オランダのライデン大学の研究によると22人の女性にチロシンサプリまたはプラセボのサプリを口から摂取してもら ディスプレイに表示された内容によって特定のキーボードボタンを押すような課題を2つの難易度で行ってもらったそうなんですがこの時チロシンを摂取した時の方が反応時間やヒット数も高くてミスも少なかったそうですさらにより難易度が高い課題を行ってもらっている時の方がチロシンによる効果が大きく確認されたということです。 その同じオランダのライデン大学で2年後にまた22人の健康な被験者にチロシンサプリまたはプラセボサプリを取ってもらって今度は2つの課題を切り替える時の反応時間を見る試験が行われたんですがこの場合でもチロシンを摂取した時の方が反応時間が短くなるなどの認知機能の柔軟さが確認されたとのことです続いて3つ目チロシンの抗うつ効果についてですが1990年アメリカのアリゾナ大学の研究で うつ病患者65人に対して4週間1日体重 1kg あたり 100mg のチロシンとイミプラミンを摂取してもらったらしいんですけれどもこの研究においてはチロシンのの抗うつ効果は確認でできなかったとのことこす。一方で1988年フランスのビナティエ病院で行われた研究ではドーパミン欠乏によるうつ病患者12人に対して1日 3200mg のチロシンを取ってもらったところ気分の改善ですとか睡眠の質の向上などを確認したとのことで 数ヶ月から2年間の間に50人以上のうつ病患者が治療に成功したとのことです、えー、先ほど2007年アメリカのピッツバーグ大学の研究でチロシンの濃度が上がることによってドーパミンなどの合成が促されるとお話ししましたが チロシンにはドーパミンの合成を促す作用があるのでドーパミン欠乏によるうつ病にのみ効果が確認されたとのことですそれ以外のタイプのうつ病では同様の効果は確認されなかったそうなので抗うつ効果があるというよりかはドーパミンを生成するというチロシンの働きが結果的にドーパミン欠乏によるうつ病患者の症状を和らげたと考えるのが自然ですねで最後運動パフォーマンスについてなんですが2015年オランダフロー人間大学のメタ分析では15件の研究をレビューしたところ チロシンが運動パフォーマンスに。 与えるなな影響ととというののは確認でできなかったとのことです、えー、以上をまとめるとチロシンには脳の神経伝達物質特にカテコールアミンという物質類を増やす可能性がありましてまた認知能力を向上させるということがいくつかの研究から分かりましたと抗うつ効果については確認されていない論文というのもあるんですけれどもドーパミン欠乏によるうつ病患者においてはチロシンを取ることによってその症状が改善した可能性が考えられるとのことですね、えー、運動パフォーマンスについてチロシンが 有用な働きをしたという研究結果は今のところ僕は確認できなかったです。 続いてチロシンが含まれている食材を簡単にご紹介します、えー、主な食品としては鶏肉や魚乳製品などに含まれていて特にチロシンが最初に発見されたのがチーズでチロシンの由来とされるチロスというのはギリシャ語でチーズという意味だそうですねなのでチロシンは普段の食事から簡単に摂取できている栄養素で体内で合成されるヒヒスアミノ酸ということもありますので食事から十分に摂取できているんじゃないかなと思いますちなみに2007年カナダのマギル大学の研究で人工的に 生成さされれたチロシンととといううののは食事の一部として摂取すするるる場合と異なる方法でで代謝されるそうです具体的にはタンパク質を合成することによる代謝ではなくカテコールアミンの合成による代謝が多くなるそうなんですが食事として摂ったチロシンとサプリメントとして摂取したチロシンは体内で代謝のされ方がちょっと違うらしいんですねただしこの違いによって効果が変わるなどとは言及されていなかったです はい最後食事以外からのチロシンについて簡単にお話しますが参考情報になるのでここからあの飛ばしていただいても全然大丈夫です食事以外からのチロシンについては2種類ありまして有利型アミノ酸としてのチロシンとチロシンに変換される N アセチル L チロシンというのがあるそうなんですが1の有利型アミノ酸としてのチロシンというのが主にサプリメントとして提供される形態らしいですい実際にいろいろなサプリメントのパッケージを調べてみたんですけれども有利型と書いてあるケースが少なかったので 実際のところどうなのかちょっとわからないんですが NowFoods のサプリにはパッケージの裏に「有利型」とカッコで書いてあったのでサプリメントとしては有利型のチロシンが提供されているというふうに考えられそうですねで2つ目の N アセチル L チロシンというのは口からではなくて血管に直接注入するなどでチロシンを摂取する場合の形態らしくて1989年スウェーデンのカロリンスカ研究所によると11人の健康な被験者に静脈から 5g の N アセチル L チロシンを 注入ししたたところ体内でのチロシン濃度が25%増加したそうですまた2003年カナダの研究で13人の被験者に対して投与した N アセチル L チロシンの約35%が変化しないで尿として排泄されたということが分かっていてつまり摂取した N アセチル L チロシンのうち 約6割は体内でチロシンとして変換されたけれども残りの3割以上はそのまま排泄されてしまったということなので同じチロシンを求める場合は N アセチル L, l チロシンで摂取するよりかは有利型のチロシンとして取った方が効率的だなというふうにこの論文からは分かりました。 はいじゃあ今回のまとめですチロシンはアミノ酸の一種で体内で合成できるアミノ酸なので非必須アミノ酸に分類されていますただし条件付き必須アミノ酸でもあるので場合によっては体内で足りなくなることもあるそうです安全性については、えー、過剰摂取しても代謝されるので蓄積されないという特性があってかついろいろな分野で使われていることから安全性が高い物質と考えられています働きについては脳の神経伝達物質を増やしてくれる作用が考えられていてまた認知能力を向上させ といいう研究結果がいくつも確認できました抗うつの効果についてはアメリカのアリゾナ大学では抗うつ効果が確認できなかったんですけれどもフランスの研究ではドーパミン欠乏によるうつ病患者においてのみシロシンの摂取によって。 患者の治療に成功ししたたという例が確認できました運動パフォーマンスの向上についてはオランダのメタ分析で15件分析したところチロシンの効果が優位には確認できなかったということで運動能力を上げたいといととう方にとってチロシンを摂取することはあまり意味がなないいかもしれないですチロシンが含まれている食材は鶏肉や魚乳製品など一般的なものになりますので食事から簡単に摂取している栄養素ですね肥質アミル酸で体内で合成されますので食事から摂取するだけで十分だと僕は思っています ははいでは今回はチロシンの効果を研究論文から解説してみました効果としては認知能力を改善してくれる効果が確認できそうなんですけれども食事から摂取するだけで十分取れている栄養素ですしわざわざサプリから取る必要はあまりないんじゃないかなと思いましたでサプリで取る場合には有利型というふうにちゃんと書いてあるメーカーのものを選んだ方が安心感が僕はあるかなと思いますでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたお疲れ様でした